はい、はい、じゃあ、はい、どうぞ、玉ねぎ。玉ねぎだと巻くの。大丈夫。はい、じゃあ散らして、玉ねぎ散らして。はい、玉ねぎどうぞ。はい、ポンポン。じゃあこれは何て言うか知ってますか？これはパプリカ。そう、当たった。はい、じゃあ。はい、甘くなったら大丈夫だよ。そう、はい、じゃあお手でやらないから、じゃあ自分でやってみて。はい、あ、大丈夫。焼くとね、甘くなるから大丈夫だよ。そう、甘くなるんだよ。はい、はい、じゃあ、はい、どうぞ好きにやってみて。こうやった方がなんか、はい、あ、消えちゃった。じゃあ黄色いの先やっちゃおうか。はい、黄色いの先やっちゃおう。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあ今度はこれなんだ、キノコでもなんでしょう、これは耳はカリカリで、具が乗ってるところが柔らかくて、一応最初に塗ったケチャップのやつが染みてて美味しいです。ここに並んでる野菜とかそういうのを全部乗せて、電子乗せて作ったので、ピーマンとかそういうのは温めると甘さが出るんで、なんか本当にちゃんと甘みが出てました。ピーマンからこういうね、みんなね、それぞれがね、非常にね、ピーマンの特にね、これはね、油と牛乳を一緒にすると、自分でやる。体の中でビタミン A という成分があって、それは喉とか鼻の粘膜を保護します。だからこれから風がね、非常に流行る時期は、もうぜひね、これ共通してるの分かります？色が全部濃いじゃないですか。緑黄色野菜、やっぱりね、なんて言っても緑黄色野菜、こういう時期はいっぱい取ってください。それが一番のポイントですね。いらっしゃいませ。